機動戦士ガンダム鉄機のオルフェンズ・ウルズハントのアニメ化が決定、特報 PV 公開に対するネットの反応を紹介します。立ち止まらない限り道は続く。 OVA 形式でいいのかな。これは嬉しい。まさか次のアナザーアニメが鉄血シリーズになるとは思ってもいなかった。 TV というより配信系になると思う。制作会社がサンビオだと境界線機自体を畳ませてウルズハントを売り出す姿勢になったのかな。許可戦も一応完結したし、そっちに力入れていくことにしたのかな。本筋や新規ガンダムは好評だったし、これを機にバンバンガンプラ出してほしいわ。多分、境界戦機極光の早期と同じスタイルになるはず。プラも売るための短編アニメって感じやね。境界戦機終わったから後釜か、配信だね。サンライズにまだそんな体力が残ってたのか。書き方的に続きってことでいいのかな。さすがにその前部分も補強するんじゃないかな。最初からゲームの部分はいらなかったのでは。動く MS はかっこいいからイルコーの石。途中に映ってるレールガン2つ装備のレギンレイズはなんだろう。頭部アンテナついてるから隊長クラスだろうし、レギンレイズは2機当時でも数がそこまで多くない上にアリアンロッド艦隊をメインに配備されていたはずだから、そこに所属している誰かになるのかな。ジュリア系統だと思われる。レギンレイズ試作機は異臭家に配備されてるし、アリロにあるのは正式配備された機体だから。なるほど、ジュリア系の何かという可能性もあるか。確かに発展型の個体がレギンレイズジュリアだけとは限らないし、いくつかある試作機のうちの1機がこれって可能性もあるよね。なるほど、確かにレギンレイズよりはジュリアっぽい。足とかがっつりジュリア系統の3本足やね。アリアンロッドに配備されたのは20機弱だが、ウルズハントの時期に試作機は存在している。この試作機の改良型って説が強いかな。こうして見比べてみると、足はジュリアっぽいね。おそらくプロトタイプ？これのデータを元に完成したのがジュリアなのかな。時期的にも違和感ないし。レギンに良い思い出ないから、アニメ化にいろいろ複雑なんで払拭する活躍が欲しいかな。鉄血オルジーから追ってたけど、普通に王道良作ではあったからな。1期は、後半2期が不穏に過ぎる実績なんだが。地続きだからそこまで変わらないと思うけど、本編だとイスルギ&マクギリスの死亡が確定してるから、金星の監査役公認とかギャラルホルンの暗部に踏み込んじゃってるから、ラスタルが何しでかすか怖いんだよ。金星買取の交渉相手ほぼ確実にラスタル勢になるだろうな。本編後のギャラルホルン自体は火星の自治認めたり軍縮してるけど、そう簡単にはいかないよな。ウィスタリオの家族とか不穏なネタもあるし。刑務所代わりだからな。撤退で済む火星とは理由が違う。マクギリス動乱で捕まった革命派兵士が金星に大量放棄されるとか、ウルズハントに感づいて介入してくるとかありそうだよな。ダインスレイブで金使ったから優勝金は欲しいし、バグラザン家が主催者説があるし。火星は経済圏の持ち物をギャラルホルンが代わりに管理してたから撤退縮小で済んだけど、金星はギャラルホルンの持ち物みたいなもんみたいだからね。配信かな。地上波で流行らんだろうし、最初から。新しいプラモも来るだろこれ。ゲームやってなかったからゲームの範囲も見れたら嬉しいな。いいやったー。スマホにゲーム入れらんなかったけど、これなら金払えるよ。サイドストーリーズもつけてくれよな、頼んだぞ。時系列的にオルガやミカが生きている頃？もしそうなら出てきてほしい。そういやこの二人いなかったな。篠山木とかなぜ阿弥陀とかは出てきたけど。そりゃオルガはある意味一番忙しい時期だし。一期の後の話だから、まあ置かないで進めるなら二期前で終わりとかになると思うわ。本編に影響を与えると5期様相だし。木星漫画火星水星と来て、次は金星でも来るのかとか言われてたけど、こういう形で来るとは。噂のオリエン家やファリド家のガンダムも回収してプラも出してくんないかな。何話ぐらいやるのかな。短編だと思うけど、6話くらいかな。24分3話くらいかなと予想。ビルドメタバースもそれくらいだったし。1期だけでも12話は多分行く、全部で2クールくらいであってほしい。嬉しいんだけど、どうしても最初からアプリじゃなくてアニメで展開していればと思ってしまう。鉄血プラモはフレーム有用でまだまだ稼げるからな。アプリ終了でシリーズ終わらせるのはもったいなすぎる。物語としては順当に払える、倒してカチュアを助けていこうのって感じになるのかな。柱星もあの戦いでの損傷で第二形態から変わってそうだし、ガンプラ展開も続きそうね。公式側も公開をしなかったバクラザン家のガンダム出す気満々だろうし。作品人気は止まんねえからよ。止まった結果が差しだったのでは。終わっても終わらないのが止まるんじゃねえぞの精神だからよ。死んでも生き返るからよ。本当に止まってないの初めて見た。なんか今初めて止まるんじゃねえぞをポジティブな意味で使ってる気がする。
延期に延期を重ね少しでも収益稼がないと元は取れない状態だから頑張ってリリースした。アニメ部分はマルコシアスとかカンパケに近いからそこまでは配信できたので、あとは評判良かったアニメをどうにか続けましょうってことか。続きを新規にアニメでやるってこと？できればここまでのお話も全部アニメにしてほしいけどまあ無理か。多分今ある話も含めてアニメ化する。いや続きがアニメで見れるとかめっちゃ嬉しいやん。ダムエで漫画やってくれたら御の字くらいに思ってたよ。モビルアーマーのボスが来るのを期待していいのか。期待してよし、うわぁ。外伝的な話がアニメ化は破格よな。嬉しいけど月光はもう埋葬された扱いなのかな。うまくいけばまだ、止まらない限り以下省略。ウルズハントのストーリー的には後伏線回収するだけだし2時間くらいあれば終わらせられる気がしないでもない。再編集プラス追加映像、こんな感じになるのかな、3から6話ぐらい。ゲーム映像とかである程度ハードル下がってたとはいえアニメ作品として出てくるのはマジ嬉しいんだ。配信で各週とか各月でも良いから終わりまでやってほしい。あとはいつやるかだ、来年にはやってくれると嬉しいが。グルムゲルデがフェイスオープン頭突きをかますとこめっちゃかっこよかったのでまた見たい。こいつに乗ってる時のマッキーは強キャラ感マシマシで好き。アリアンロッド艦隊壊滅みたいな展開やらないかな？それやるとパワーバランス崩壊して世界がめちゃくちゃになって鉄火団の生き残りの平和もなくなってしまう気が。なんか若の声がエロっての多いのね。正直もう慣れたし演技はともかく声は嫌いじゃないのでそのままでいいよ。まあぶっちゃけ慣れるよな。主人公であるイスタリオの秘密、ウルズハントの本来と意図とその主催者である N の正体、バクラザン家のガンダム、フレーム、モビルアーマーを統括する上位個体の存在。異臭への聖域ラタトスクのさらなる秘密、残された謎はこれだけあるけど、完結編的な新作で MS、モビルアーマーをまとめて出してもろもろの真相やウィスタリオのゴールを書いた上でラタトスクで誠の最終決戦をすればまとまりそうな気がするわ。監督がゲームなのに普通にアニメ作るくらいに設定作ってるーとかピアで言ってたけど、頑張った甲斐があったじゃん止まるんじゃねえぞ。戦闘シーンがほとんどゲーム画面だったメハイア戦のアニメ化から始めてくれないかな。折れるくらい力入れてもらうからよ。1話で鉄オルジーの総集編して2話目からスタートみたいな感じかな。こう考えるとガンちゃんあたりでやりそうだな。ウルハンが結構好評だったからアニメ化してくれたくらいの気持ちが一番健康にいい。よかったよかった。鉄血コンテンツは全部なくなるわけじゃなかったんだな。本当によかった。ここに来て止まるんじゃねえぞが響くの好き。実質伏線回収じゃん。夢が広がるなこれが止まるんじゃねえぞか。団長の目指した志だぞ信じてついていくからよ。一応の脚本くらいはできてるのだろうか。ソシャゲだって延期に延期を重ねてなんだし、制作そのものはこれからかもしれないが。すげえ楽しみだけど多分だいぶ先よな。まあ急いで作ってもあれやからええんだけど。もう待つのには慣れたから慌てて適当なもの出すより時間かけていいやつを頼むよ。ウルズハントアニメ化に対する反応、いかがでしたでしょうか。ソシャゲ差し決まってからのアニメ化決定、いつ頃から配信開始とかは決まってないけど楽しみ。それでは次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。